おはようございます。おはようございます。突然だが、イスラム王朝であるサッパール朝を知っているか？サッパール朝？何それ？なんだ、サッパール朝を知らないのか。じゃあ、これはサッパール朝のお話を一緒に見ていくしかねえな。見るよな。ちょっと、今回は強引ね。ということで、マイナーなイスラム王朝を見ていくシリーズだが、今回はサッパール朝だ。今まで出てきたカリンバン朝やターヒル朝なんかもそうだが、お前誰やねん状態だよな。そうね、サッパールなんて聞いたこと。あれ、なんか聞いたことない。いや気のせいだろう。いやいや、本編のどっかで出てきたわよ。もしかしたら、サッパーフのことか。あ、そうそうこの人。名前が確かに似ているが、サッパーフはアッバース朝の初代カリフだ。やっぱり、初代にしては影が薄いわね。そうだな、稀有なパターンかもしれない。私も、小学生の時は室町幕府の初代将軍を覚えてもすぐに忘れていたぜ。いや、足利尊氏はまだ影濃いのでは。当時の私としてはなぜか印象づくのに時間がかかったんだ。まあ室町幕府と言いつつ南北朝時代でもあったからかね。そうかもしれないな。それに足利忠義の方が割と印象があって。話脱線しているわよ。ああ、すまないな。ということで、イスラム王朝の一つである、サッパール朝、のお話。さて、早速だが前回までとは違う方法で見ていこうかなと思っている。違う方法。今までって、割と全体像を見せずに頭から順番に見ていく感じにしていたよな。でも、サッパール朝ってどんな感じなのだろう、という状態の人に、まずは大体の像を見せた方がいいんじゃないかと思うんだ。最初にイメージができていないと、順番に話をしていてもわからなくなるだけだしな。そうね、輪郭だけはあった方がいいかもね。ということで、ネタバレしてから見せるみたいな感じになるので物語的にはどうなんだろう、って感じだが、実験的にやってみるぜ。あいよ。ということで、サッパール朝の大枠についてまずは見ていくぜ。サッパール朝が存在した期間は、861年から、1003年になる。だいたい140年ね。創始者は、前回も出てきたヤークーブ、イブン、アルライスという人。支配していた王朝であるターヒル朝を倒して独立したのだな。あと、サッパール朝はスンナハ王朝であり、支配者はアミール、将軍、だな。アミールは全部で9代続いた。そして拠点だが、イランの南東部にあるシースターンという場所。まあ、大体こんな感じだな。なるほどね。1003年まで続いたっていう話だけど、最後はどうやって消えるの？最後は途中からはいて出てきたガズナ朝によって滅ぼされる。なるほどね。という感じで、大枠も見たことだし早速サッパール朝のお話を見ていくぜ。さて、サッパール朝のお話を見ていくのだが、まずは、IR、というものについて見ていくぜ。IR。イメージとしては、任侠とかヤクザだな。へえ、この時代にもあったのね。9世紀頃から、この IR がシースターンとかバグダードで活動をするようになったそう。IR は仲間との連携を大事にし、恩義に忠実であった。約束を破ったり、仁義に反したりすれば厳しく処罰される。確かに任侠っぽいわね。支配者に対しても協力をしていたが、彼らは自由な立場を望んでいたそうだな。まあ、そんな仁義に厚く、フリーダムな IR だが、彼らによって町の治安維持は行われていた。特に、パンを与えること、を大事にしており、あぶれ者に対して救いの手を差し伸べた。なかなか熱い存在ね。それで、なんでいきなりそんな任侠のお話をしたの？ああ、サッパール朝の創始者であるヤークーブ、イブン、アルライスがまさに、IR だったからだ。へえ、王朝の創始者が任侠だったというのね。そんなヤークーブだが、彼の生まれは貧しいものだったと言われている。パンと玉ねぎを時々食べていた感じ。どんな組み合わせよ。そして、スンナ派とハワーリジュ派との戦いが起きていったことで、ヤークーブはシースターンのザランジュというところにお引っ越し。彼はそこで同採掘師として働くのだな。同採掘師ねー。ち
ちなみに、サッパール朝の、サッパールはアラビア語で同採駆使という意味だ。ああ、ヤークーブが同採駆使やっていたからそういう名前になったのね。同採駆使をやってから、IR に変わっていったそうだな。まあ、詳しいことは不明だけれどな。IR になっちゃったのね。IR になってから、盗賊に転職して活動。その男気と器用さから注目を集め、ついにはシースターン総督から兵士を得てアミール、将軍、にまでなったという。リーダー的存在として才能があったのね。このシースターンのアミールになったのが861年なので、ここがサッパール朝のスタートだな。サッパール朝スタート。ということで、シースターンのアミールになったヤークーブだが、最初に行ったのがハワーリジュ派との戦いだな。そういえばスンナハ王朝だったわね。こうしてアッパース朝の領域で言えば東部になるシースターンでは、ヤークーブの活躍によってハワーリジュ派が衰退。さらに、シースターン総督を殺害して東部における支配を固めていくと、アッパース朝カリフに対しても、私は国を治めたい、と言った。いけいけね。こうしてハワーリジュ派との戦いをメインに活動し続けていくことになった。そして、東側、アフガニスタン、の領域に侵攻。ガズナ朝の首都になるガズニーや、アフガニスタンの首都になるカブールなどを征服して東側を抑えた。そこから北側に侵攻し、870年までにはホラーサーンを占領。イスラームの中でも東側を抑えたヤークーブは、ここからついに親であるターヒル朝へ攻めることにしたのだぜ。前回出てきたターヒル朝ね。873年、ヤークーブはターヒル朝の首都ニーシャプールに侵攻。すでに弱体化していたターヒル朝はヤークーブを止めることができず、降伏することになったのだな。ここがターヒル朝の終わりね。こうしてターヒル朝に代わって東部を支配することになったヤークーブだが、ターヒル朝はアッパース朝の配下だ。当然、アッパース朝カリフとは対立することになる。それでもヤークーブは、ここからイランの領域に侵攻していくのだな。なかなか強気ねえ。874年、ターヒル朝の時代からあったタバリスターンのアリー朝に侵攻。指導者を敗走させてタバリスターンを抑えることに成功した。続いて875年、後にブワイフ朝の拠点となるファールスに侵攻して占領することにも成功している。東側から順々に抑えているわね。この勢いを見たアッパース朝カリフ、ムータミドは、ついにヤークーブとの戦闘に備え始めた。そしてイランを抑えていったヤークーブは、ついにイラクに入っていく。876年、バグダードから50マイルほど離れたダイル、アルアークールという町で両軍は衝突。ついにサッパール朝とアッパース朝の戦いが始まったのだな。言ってもアッパース朝は強いでしょ。そうだな、アッパース朝からしてみれば自分たちの拠点近くで戦うので援軍とか地の利を活かしやすかった。こうして数と地形の不利さに圧倒されていったサッパール朝は後退していき、ついには敗走することになったのだな。ああ、さすがのアッパース朝には勝てないか。アッパース朝の力を知ったヤークーブは、ここからイラクには行かなくなる。そして、アッパース朝に敗北してから3年後、879年、ヤークーブは病死。こうしてサッパール朝の創始者の物語は終わったのであった。領土的にはイランと東部領域ね。ヤークーブの後を継いだのは、兄弟であったアムル、イブン、アルライスだ。ほう、次は兄弟なのね。このアムル、イブン、アルライスだが、基本的にはヤークーブと同じく共に貧しく生きてきた。そして転職してから、ヤークーブの下で征服活動に参加していき、後を継いだって感じだな。あるあるね。短期間で勢いづいていたヤークーブ時代のサッパール朝だったが、ここから特に進展がない。アムル、イブン、アルライス自身は、ここから拡大じゃなくて統治を中心に行っていき、アッパース朝もサッパール朝の支配を認めざるを得なかった。拡大の後は土台作りだものね。だがアッパース朝はサッパール朝の脅威を排除するべく動いていった。アッパース朝自体が動くのではなく、周囲の王朝に呼びかけて攻撃させたのだな。こうして動いた王朝の一つが、サーマーン朝だ。サーマーン朝？サーマーン朝は、アッパース朝の中でも東側にあるトランスオキシアナ出身の王朝だ。サッパール朝はイラン南東部から始まったが、サーマーン朝はさらに東の中央アジアから始まった。
そんなサーマーン朝の当時のアミールが、最盛期であるイスマイル、サーマーニー。900年、サッファール朝とサーマーン朝はついに戦うことになった。兵数も装備もサッファール朝が整っていたにもかかわらず、サーマーン朝の勝利に終わったそうだ。こうして敗北したアムル、イブン、アルライスはサーマーン朝に捕まり、アッパース朝カリフの元へ送られた。君主が不在になっちゃった、まるでワレリアヌス。ということで、アミールが不在になったサッファール朝では、アムルの孫であるアブー、ハサン、ターヒルがアミールとして持ち上げられた。ということで、アミールとなったターヒルだが、900年の敗北によってホラーサーのサーマーン朝に取られてしまった。さらに、アッパース朝からファールスを取られていたので、それを取り返そうとした。このターヒル治世では、大体このファールス回復のための戦いが続くことになる。こういった戦いの中でターヒルの支持は低下していき、ついには同じ親族のライスが首都に侵攻。908年、ターヒルはライスと戦ったのだが敗走。こうして首都を取られたことにより、新たに支持を得たライスがアミールになった。ということで、アミールになったライスだが、彼には敵がいた。それが、サッファール朝の軍司令官であったセブクエリという人だ。アムルがサーマーン朝に敗れた後、サッファール朝で力を持っていたのがこのセブクエリという人なのだそうだ。セブクエリによって様々な決定がされていったことにより、アミールであったターヒルやライスは彼と対立。910年、アミールになったライスはセブクエリと戦うことにした。実際にセブクエリと戦ったライスは、セブクエリを破ってファールスの支配を回復。やったぜ、となっていたところだったが、セブクエリはアッパース朝の家臣である。ということは、アッパース朝から支援を受けて反撃を食らうことになるのだな。こうしてアッパース朝から送られてきたのが、あのムーニスだ。ムーニス？ああ、ムーニーマンとか言っていた人ね。そう、ムーニスの活躍はすごかったのだが、その一つにはサッファール朝との戦いが含まれていたのだな。ということで、派遣されたムーニスの軍と戦うことになったライスだが、見事に敗北。ライスは捕らえられてしまい、そのままバグダードに連れて行かれた。あら、またアミール不在じゃない。ライスが捕らえられたことにより、今度はライスの兄弟であったムハンマドがアミールとして持ち上げられた。こうしてアミールになったムハンマドだが、彼は迫り来るサーマーン朝との戦いをすることになった。やべえ、となったムハンマドは軍隊を編成しようとするが、すでに金がすっからかんなサッファール朝ではろくに兵も集められず。結局は農民を集めて軍隊を作っていったのであった。生産者が。しかも、金がないのでサッファール朝では厳しい課税をしていたため、ムハンマドは市民からも支持を得られず。結局サーマーン朝と戦った時には、市民がサーマーン朝の方を助けるという方向に走り、ムハンマドはすぐに捕らえられてしまった。そして、アムルやライスと同じくバグダード送りになった。バグダード送り好きねー。ということで、再びアミール不在となったのだが、新たにアムル2世がアミールを宣言。アムル2世はまだ10歳であり、これはサーマーン朝の支配に対抗するため建てられたアミールであったそうだ。なぜ10歳であるアムル2世が選ばれたのかというと、ヤークーブの唯一の子孫だからだったそうだ。もう成人した子孫がいなかったのね。こうしてアムル2世を顔として建てた反乱軍は、新たに支配者となったサーマーン朝と戦った。結果として、反乱軍はサーマーン朝に勝利して敵のリーダーを投獄することに成功したのだな。おお、よく勝てたわね。しかし、すぐにサーマーン朝は支配権を取り戻しにやってくる。今回はさすがにアムル2世側が敗北してしまい、アムル2世はバグダードに逃亡。これによってサッファール朝の領域はサーマーン朝によって支配されることになった。ってことは滅亡ってことじゃないの？いや、まだ細々と残っていくことになる。アムル2世が逃亡してサーマーン朝の支配下になったのが913年。そして、ここからしばらくはサーマーン朝による支配が続いていくのだが、サッファール朝の首都ザランジュはまだ諦めていなかった。サーマーン朝支配下において、ザランジュでは厳しい課税によって人々の不満が募っていた。そんな不満が高まっている時に登場したのが、アブー・ジャファールという人。アブー、ジャファール。ジャファールは、ヤークーブの子孫ではないが血縁関係で言えば全くないわけじゃなかった。
ジャファールの曽祖父と、ヤークーブの曽祖父が兄弟だったそうだ。めっちゃ遠いじゃん。それでも、このジャファールはサッパール朝との関わりがあるということを利用して、IRたちから支持を得ることに成功。こうして支持を得ていったジャファールはアミールとして宣言され、ここでサッパール朝が復活したのだな。おお、この勢いで取り戻してほしいわね。こうしてジャファールは、ザランジュの支配をしていた人と戦って回復することに成功。こうしてザランジュを回復させたジャファールは、周囲の都市も回復させようとしたのだな。ここから地道にザランジュの周囲を回復させていき、ここからサッパール朝の領域では比較的平和な時期がやってきたそうだ。ジャファールは領域内とその近くの人々から高評価を得ており、サーマーン朝の人々とも友好関係を作ることに成功。へえ、すごいじゃない。だが、平和も長くは続かなかった。ジャファールに対抗する勢力はもちろん存在しており、彼らはたびたび暴動を起こしてジャファールも対処していかなければならなかった。こうした暴動、反乱が続いたことで、再びサッパール朝では不安定な状態が続く。そして963年、パーティーの場において、ジャファールは反対派のマムルークによって暗殺された。いきなり時代が飛んだわね。こうしてジャファールが暗殺された後、それを知った息子、ハラーフは軍隊を率いて首都に移動。ザランジュにいる反対派を追い出して首都を抑えることに成功した。首都を抑えたハラーフはアミールを宣言。そして、このハラーフがサッパール朝最後のアミールとなったのだな。あら、この人が最後なのかしらね。アミールの期間としては長いが、その前半は特に身内争いだ。え？ハラーフがアミールになった時、彼は同じサッパール朝の血を持つアブール、フセインという人物を共同統治者として置いたのだな。自分で置いた統治者なのだが、この二人はすぐに対立する。こうしてハラーフとアブール、フセインは戦うことになったのだが、それがまさかの20年続くことになってしまったのだな。20年、身内争いするにしては長いわね。そう、しかも身内争いで勝つために二人は、サーマーン朝やガズナ朝といった外側の王朝の力を頼っていた。え、それは余計なことを。983年、ようやくハラーフが勝利することとなり、ハラーフはシースターンの支配を確立したのだな。そこから20年続いているのだから、比較的落ち着いてはいたのだろうね。ここからサーマーン朝やガズナ朝とは関係を良くしていったそうだが、ガズナ朝の君主が変わると一転。ハラーフはガズナ朝の君主の入れ替わりにある混乱を利用して、ガズナ朝の領域に侵攻。がしかし、普通に敗北してしまった。ハラーフの長い治世において、首都ザランジュではハラーフに対する不満が高まり、ザランジュの人々はついに、ああ、もうサッパール朝はええわ、となる。こうしてまさかの首都ザランジュが、ガズナ朝さん、サッパール朝倒してください、とメッセージを発信。こうしてガズナ朝はサッパール朝に攻めてくるのだが、ザランジュはガズナ朝を支援したためハラーフは敗北。1003年、ハラーフは捕まって投獄され、サッパール朝は終わりを迎えたのであった。ガズナ朝にやられたわね。ということで、サッパール朝のお話をざっくり見ていったぜ。というか、ほぼヤークーブのお話よね。そうだな。ヤークーブがすごかった。ってのが結論だな。まあ、サッパール朝っていうのはそんな感じってことだ。なるほどね。カリンバン朝、ターヒル朝、サッパール朝。マイナーなイスラム王朝を挙げてきたが、正直これをずっとっていうのは酷だと思うぜ。そうね、見る人がいなさそうだものね。だから、次回からもっと一つの王朝のお話をコンパクトにして、まとめてみようと思うぜ。あ、今までみたいに一個の動画につき一王朝って感じじゃなくて、複数の王朝を入れるってことね。そうだな、じゃないと飽きちゃうだろう。なので、次回はマイナーなイスラム王朝まとめ。よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。はーい、まったねー。